俺はカットの天才だとかねパーマの神様だっていうやつはバカが多い。<laughs> はい皆さん毎度,毎度まあ自分もね若い時に振り返ればねソバージュ全盛の頃なんかね巻いて薬つけてね10分か15分置いてあと2液つけちゃえば OK みたいにね頭使わねえパーマかけておいてね自分で「パーマの天才じゃねえかな」って、うん、どんな髪の毛がきようとねパーマがかかるみたいにねただかけてるだけねほんで天才だと思ってたからね。 <laughs> カットのねまあ自慢する方ねこれも大したことない方が多いよねまずね視野が狭いまあカットはねやればやるほど難しくなるってのあるよねで人の意見をね受け入れなかったりするとねもう自分の世界だけでね俺はうめえんだと思うともう吸収力がなくなる人の話を聞かなくなるだからもう自分の殻に閉じこもってね進化がなくなる進歩しなくなるよね それで自分の考えを他人に押し付けるっつのでもう本当に自分の意見をが通らないと真っ赤になって怒るじゃないけどねもうそうなるとねもうババカカが余計バカになってくよね自分もねまあバカになりたくないからねありとあらはるねカットの方法は試したよねストロークカット見てのとかねエフェクトだのニューヨークドライカットっぽいのもまあ見てやったけど考えたけど。 いやいずれも大したことないよ、ねまあれ信じてる人にとったらさお見えのやり方が悪いんだろうとか思うかもしれないけど毛髪釣り的にっていうか幾何学的に考えて成立しないよね結局空中斬りっていうのはデたらめ斬りだからねやっぱセニングが一番いいんじゃないかなと今現在思ってるけどこれはね45万するさ30%セニングとかちょっと荒い派 まあ確かに妹の家から来た、ね、あの光のセニングシザー銅場の,の方くし場になるよねくし場の先端あのカットするのはブニの溝で切るんだけどその先端の、まあ、平らになってるところは丸く研がれてるよね。U1800 円シリーズはそこが、ね、あんまり丸く研がれてない切りっぱなしだと思ったワイヤーカット放電加工でね。 あれ買ったら自分は大体そこを丸く落とすんだけど若干ね多分それの方がいいような気するからそうしてんだけど正解かどうかはちょっとわかんないよねだけど常に自分の仕事に対していいのか悪いのかってねまあ疑問を持ってないと進化しないよねはい今年のねおすすめは、まあ、パーマキャップをしない <laughs> みんなどうよちょっとキャップしないっていうのはハードル高いんだけどまあうちがやったかぎり全然なんでもないまあか引ひかれると困るからキャップすんのはありだけどそんだったらよっぽど2えの方が時間長いから2えの方うをキャップした方がいいよね。あだって切ったねキャップさ使い古したキャップかけてんだったらさ情けないしね。 新品毎度毎度使うんだったらいいけどねなあキャップなんかいらないと思うんだけど皆さんは今年キャップなしのパーマできるでしょうか <laughs> ねはいお疲れ様でした。